ゆりです。今日は香港から日本に持ってきたお土産、どんなものを持ってきたのかお見せしたいと思います。いつも機内持ち込みに使っているスーツケースですが、中にちょっと入れてみました。香港からのお土産って結構迷うんですよね。なぜなら香港自体が輸入の国なので、香港産っていうのがなかなかないからです。でそんな中で今回はなるべく香港産っぽいものと、あとこちら M&S マックス&スペンサーのもの、イギリスからのものですが、可愛いお菓子とか多いので持ってきました。これビスケット、お茶、お茶はこれの種類の他にもう一個持ってきてます。カフェインフリーのものをちょっと選びました。あとはマックス&スペンサー、これですね。これは結構重くて意外にスーツケースの場所も取ったので、が持ってきてよかったと多分思うでしょう。あとはそうですね、香港さん行きましょうか。ツーガールズの何、いい匂いのするウェットティッシュです。ツーガールズは今もう店舗がすごい少なくなっちゃったので、ちょうど自動販売機をどこだっけ、コンローワンのウィンザーハウスで見つけたので、そこで買いました。あとは知り合いのお茶屋さんのところのお茶、とてもいいお茶なので、留守の間お世話になってるであろう親戚に行くと思います。なんて言うんですか、リョングワ、もともと長州から来たっぽいんですけども、果物の砂糖漬けとか、あとは本当はレモンのなんとか漬け、シナモン漬けみたいなのとか、なんかね、いろいろ美味しいのあるんですけど、ちょっと慣れてない人にはあれかなと思って、食べやすそうなこのベリー系とパイナップルと、あとキウイです。キウイがねすごい美味しいです、これは。あとですね、これもウィンザーハウスの中に入ってるお店なんですが、香港のいろんなモチーフを可愛らしくしている雑貨屋さんです。昔はカオルンベイにあって、その時結構ユニコじゃない、ムジが大きくできたので、それの紹介と合わせてこんな可愛いお店あるよって言って紹介されたお店です。カモローストダックの釣られている姿が、こうお人形っていうか、こう外側の袋になってて、で中に金のエコバッグです、ちょっと渡す人を選びますが、香港がお好きな方は、喜んでくれるんじゃないでしょうか。喜んでくれるといいな。あとは、そこのお店で見つけた、ユーローかどうか深海の方の、失礼、ツンムンでした。ツンムンで採れた蜂蜜。で、これは小分けになっているので、でも今回はそんな合わない気がするので、はい、そのままお渡しするかもしれません。そして、あれですよ、私、香港トリュフポテチ研究会をやってますが、もう一押しのトリュフポテチです。今回も持ってくれないかと思ったんですが、ギリギリ入ったので持ってきました。美味しいです。めちゃめちゃおすすめです。ただね、ポテチはちょっとパックなのでね、持ってくるのが難しいですよね。あと持ってきたのは、香港で流行ってる謎のシリコンのプチプチ、あんまり大きいのだとちょっとあれだし、実用性も兼ねてこうポーチになっているものにしました。これはちょっとお子様のいるお友達にパスしたいと思います。そしてマダム向けにはこちら、トリュフバターです。バターの中にトリュフが入ってるっていう、すごい美味しい、トーストとか、トーストですね、主に美味しいです。でこれはちょっといただき物で知ったんですけども、それからずっと探してて、意外なところでそごうのスーパーにありました。おすすめです、トリュフ系で。あとは私の大好きなカオルンバスグッズから、マスク、これはピンク色です。それとあとメモ帳とか、あとノートも実は持ってきました。ノートとクリアファイルとかも持ってきました。はい、カオルンバスグッズです。あとはエコバッグ、こんな感じですかね。はい、エコバッグを持ってきています。日本はだいぶ皆さんエコバッグちゃんと持ってるようですが、持っててそんなに困らないでしょうということで、はい、買ってきました。それとあとお友達の旦那さん向け
ですかね。あのガジェットが好きな人向けに、ポリッシュクロスです。すっごい良くて、あの本当に一回こうワイプするだけで指紋とかが取れるやつです。アップルが売ってますけれども、まあそんな感じのものです。すごいいいですね。スマホをよく触ってこう何指紋とかに悩む人にはおすすめです。そして最後、あ、革のケースです。これは本当に親しい知り合いに、なんかうまく使ってみたいな感じで渡すものになると思います。ということで、香港お土産本当にそう、今ちょっと開いてやっぱり持ってきたのが良かったなっていうのがグローリーベーカリーのクッキーで、これもちょっと噛んでかさばるので、そうですね、ちょっと今回はやめてしまったんですが、持ってきても良かったかなと思っています。ということで、香港にいらっしゃる方はぜひ次回の帰国の際の参考にしていただければ、あと日本にいらっしゃる方は今度香港に行った際のお買い物の参考にしていただいたり、あとどうしてもこれを見ていて欲しくなっちゃったっていう人は、はい、輸入業者でもやろうかな、ご相談ください。喜んでもらえるといいな。それでは8銀ゆりでした。